今日はハレンチと DS っていう、はい、クソネッククランの、パッドで一番うまいやつですね。あとは、はい、ボロゲーマーのアノミンが来てくれてます。どうもー。おー、撃ってきた。なんだなんだなんだこちら。一発、二発。おー、ダウン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 。もう一台来た、もう一台来た。おー、やべ、俺飛んでるやつ落とした。え、やばやば、え、やばやばやば、え、ちょ、そいつじゃないんかい。まだ飛んでるやつ。あ、やば、おお、え、え、え、やば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 、え、え、え、やばやばやば、え、あー、そうだ。うわ、次これで、嘘、すげえ、生の消息が。あ、すごい、あ、クリスマス仕様になってる。若干、うわ、うわ、すごい。あー、あれ光るのかな。多分これからもっとすごくなるんじゃない、これ。あ、壊してる。クリスマスなんてないから、クリスマスなんてないから、クリスマスなんてないから、ねえから、俺らにそんな余ったらた習慣ねえから。え、アドミンさん、アドミンさん、はい、はいはい、アドミンさん、クリスマス一緒に過ごしません？え、どうした？よかったら、いきなり誘うな。初対面の人を配信中で初対面を誘うな。アドミンね、このハレンチってやつはもう、相席居酒屋で出たよ、その話。何何何、みんな下がる、相席屋相席居酒屋で、うん、うん、その日に会ったイケメンをすぐ食すような女だから、うん、え、そういう系のゴリゴリの。え、ちょっと待って、え、どうした、え、え、俺中学生だと思ってた、え、俺中学生だと思ってた、俺中学生だと思ってた、男子中学生だと思ってた。あ、俺もさ、昔さ、相席屋行ったことあるんだけどさ、うん、男がさ、会計支払うシステムじゃん、その、あ、あの一組目は、まあ、友達行ったんだけど、一組目は良かったんだけど、二組目がなんかハリセンボンのさ、近藤春菜、そうそうそう、うん、を、あのちょっとマイルドにしたみたいなやつでさ、俺らがその席に着いた瞬間、なんかいろいろガツガツ食い出すの。フランクフルト2本で焼きそばとか、やば、多少断りがあるならいいよ、食べていいとか、まあ、俺も鬼じゃないからさ、いいよってなるけど、その何も断り入れずにそのガツガツ食い出してさ、話もクソつまんねえしさ、もう、なんでも見え見えなんだよね、飯食いに来ましょう、私たち。まあ、速攻出たわけよ、文句言ってから。もう行かない。え、文句言った。てみえらよ、男の金で飯食うんだろうって、断りぐらい入れろよ、食っていいかとか、だからさ、お前らぶっ最高なのによって。DS君はどんな大人になりたいんですか？どんな大人、今夢ってか、プロゲーマーとか、まあ、ストリーマーですよね、配信者になって、なんて言うんだろう、俺と同じようなこう、なんて言うんだろう、夢とか持ってる人に、プロの人に、プロのプロになってほしいなと思って、そういうなんかお手本にみたいになりたいなと思ってるんですけど、まあね、ガチガチのプロゲーマーここにいるからさ、アドバイスですね。あ、そうだな。まあでもうちのさ、チームの名前が父の背中なんだけど、ですね、まあ要するにそのプロゲーマーのその先駆者となって、ああ、助け方とか生き残り方を勉強してねって後世に伝えるみたいな。かっこよすぎか、意味が入ってるらしいんだよ。かっこよすぎか、それは。なんか聞こえるな、ん、なんだこの音は、まさか、え、何、来た、今日も来た、太極拳、太極拳が今日も来た。マジか、お前今日も来たんか。いや、あのね、いつもゴースティングしてくる太極拳。ちょっと太極拳を守りましょう、みんなで。太極拳はなんか投げてる。なんか投げてる、いいぞ太極拳。なんかアイスパック投げてんだこいつ。お前行け、突っ込んでこい、太極拳。お前ら俺のた、お前ら、お前俺の盾となれ、行け、お前行け、早く行け、行け行け行け、あ、やばいやばい、お前なんか撃たれてるやんか。やったやったやった、ナイスナイスナイス。お、行けるこれ、ちょっと待んね、あ、びっくりした。お、そっか、この太極拳なしだとうざうざ、お前よし
あ、いてて。やっぱ、どっかから。あ、オッケー、アドミンのやつやった。うわ、待って。やりました。後ろにいた。はい、倒しましたー。ナイス。うわあ。ナイス正規。あと三人や。おわ。後ろ来てる。後ろ来てる。あ、俺、あ、待った。ごめん、落ちちゃった俺。あ、あのね、建物の中に二人入った。ミニポしかねえ。どうしよう。自分もミニポしかないしね。まあいいか。え、何あいつしてんの。なんだ。ね、あと。奥の初期スキン、あれか、奥の初期スキン、あと60。死んでたっすか。ナイスナイスです。俺ら3人よりキルが多ければ、あのプロゲーマーポイントを5ポイント差し上げます。それ何ポイントになったらプロゲーマーになれるんですか。ね、とりあえず10ポイントで、ケンキさんに紹介して、50ポイントで、あの、お願いってする。今んとこ何？TS のポイントはまだ、あれかな？まだゼロ。まだゼロ。まだゼロなんで、この試合で、ミクロ入れてキルも取れれば5ポイントですね。で、そうだね。タイマンかなんかで、ポイントをまた稼げれば、とりあえずケンキさんに知ってもらうことはできるんで、頑張ります。ちなみに、でもあれだよ、5ポイントで、うちの実家から送られてきたみかんをあげれるけど。おいいですね。そっちに5ポイント使うのか、お前。あれっすか、その、消費される感じですか、使ったら。それはそうよ。それはそうでしょ。ああ、なら、遠慮しときます。遠慮しときます。おい。美味しいんだけどな、みかん。はい、うわっ、できる。嘘。340。おい、車で来てる。おい、なんだこいつ。は何このヤンキー。うわ、マジかよ。なんなん、やばい。危ない、一人やった。ナイス、一人だ。一人20、最近20。めっちゃ入れてるこいつ。あ、白ダメ、この女の子。あ、痛い。切りました。ナイス。こっからですよ。こっからやな。ちなみに今みんな何キル？1。僕2。ゼロ。俺も1だから。今のところ俺が。同数だね。いや、合計だから。3人の合計だから。そっか。3人の合計ですか？おーっと。おっと。厳しいぞ。いや、これは。頑張ります。ES君に見せちゃおうかな。ユース君に、まあ、隊長として、まあ捧げるかな、うん、ここですよ。嘘やろ。いやー、やられた。マジか、絶対殺すまん。オッケー。うわー、マジかー。うわー、マジかー、くそー。いるな、かなり撃ってきてる。くそー、これやばいぞ。あのヤグラのとこいるの分かります？51の NE のヤグラの。あそこ、あいつやりましょう。 N もいるけど大丈夫これ。やらないと話にならない。話にならない。お話にならないっすね、回復的に。あ、でも後ろから N からも来てるよ。とりあえず無視してこいつ、僕やりきます。やばっ、うまい、ナイス。おお、びっくりした。すいません、ちょっと僕、あ、やばい、どうしよう。焚き火使います。やばい。どうして、やりあい。これはビクロイ狙った方がいいのかな。そうか、もう、あー、マジか、これビクロイ狙った方がいいな、これ。ちっ、マジか。お、死んだ。しっかり狙ってるやん。ちょっと待ってね。いや、ちょっと待ってね。うん。ラストの一人、あ、ちょっと一人になったね。うん、あと三人。
どうしよう。上にも一人いんのか、あれ。震える。行け。え、上で。あ、上のやつら別パン。怖えよ。どうするんだこれ。うまっ。ちょっと待って、腰ダメじゃない。でも待て待て待て。え、腰ダメじゃないですか。スコーポス。あ、やばい、弾なくなった。弾ないやん。そうだそうだ。ちょっと待って待って、弾弾ちょっとあいつから回収しに行こう。下に回収あるか。でも上のあれで最後だよ。オッケー。え、これで。お、何キル。4個。オッケー、やったー。1キル勝ちました、全員のキルに。じゃあこれで何キルした。何キル。これで5ポイント、とりあえず。お、5ポイント。素晴らしいね、これ。普通にやっちゃったな。やめんな。まあまあまあ、勝てた。ビクロイできたんで、素晴らしいでございます。素晴らしい、ありがとうございます。みかん、みかん贈呈。みかん贈呈です。え、それは、あの、強制ですか。強制みかん贈呈です。うちの実家のみかんいらねえって言ってんの。わかりました、頑張ります。